松前徳博、松前則博は、江戸時代末期の大名。江戸地正木藩の十三代藩主。天保十五年、1844年3月14日、十一代藩主、松前正弘の長男として、福山城で生まれる。慶江2年、1849年に、父が隠居したが、徳博は幼少だったため、王子、忠博が藩主に就任した。慶6年、 1853年3月に生死に指名され、安政五年、1858年12月に、15位した、島守に、ジョイ、任官する。慶応二年、1866年4月に、忠広が死去したため、その養子として、家督を相続した。文人で、尊能派であったがしかしもともと肺結核かつ重度の、自室で、 さらに精神病でもあったために政務を取れず、さらに松前市では若年で家督を継ぐ藩主が続いたことから、歴代藩主は重心に統治を任せ、結果として戦後への不満が藩にくすぶっていた。また藩は新政府方と奥上津連藩同盟にそれぞれ使いを立てる日和見政策をとっていたため、藩内の両派閥の不満もあった。 同年11月に徳広は藩主を退く発言をしたため藩を主導する筆頭家老の正木影湯は忠弘広次男の厚七代、松前隆広の後継擁立を獲得した。しかし日頃から影湯の失勢に批判的な勢力がこれに反発し影湯は過労を解任、拙許となる。ただし影湯抜きでは反省はままならず慶応4年 1868年4月には過労に復帰。慶応4年、1868年7月には、鈴木織太郎や下国、東七郎ら尊老派の40名余りの家臣旦那が放棄した。函館の新政府方と連携し、正規体を名乗って、徳広に対し、憲白書を提出、砂漠派の一層と勤労への転向を強要した。 弱っていた徳広はこれを承諾したため、慌てた過労の正木影は急遽途上をしようとするが、果たせず、集まった千名もの藩士と共に、藩の武器弾薬庫から武器を出し、正木城の東にある北景寺から正義隊が立てこもる、城中への砲撃を起とするが、君臣の分をわきまえよと説得され思いとどまる。翌29日に、影湯は過労を罷免された。8月1日に、正義隊は、 砂漠派重心らを襲撃、影湯も屋敷を襲撃されるがこれは撃退するも、8月2日に自宅禁錮となり、8月3日、影湯は切腹となった。その他重心の多くは、正義隊の思うままに処罰され、正義隊により、新たに合議局、正義局、軍計り事局などが創設され、人材の新たな登用なども行われるなどしたが、藩内は著しく混乱した。 この状況の中、藩は、函館戦争を迎えることとなる。同年10月には、江本武明の旧幕府軍が北海道に来週、函館の五両閣を拠点として、まさきに攻め込んだ。これらの動きに備えて、新規に構築しつつあった竹村新城、郎、藩城に10月28日までに、藩一度及び、藩の主力は移動した。11月1日に、 江本軍の軍艦万流が正木を砲撃している。正木藩は江本軍を奇襲するも撃退され、11月5日に正木に土方都市を総督として、将棋隊、機体兵隊、将隊などからなる700名が来襲し、絡めて門から攻めかかってきた。城代家廊下木崎民部を中心に500名余りが牢城した正木城は、その構造が、 カラメテモンからの攻撃を、ほぼ想定しておらず、さらに防衛戦力を欠いていた、マサキ城は、大砲で抵抗するも数時間の地に開城した。残存の藩兵は城下に火を放ち、江差方面にへ退却した。一方、江ノ本軍の別動隊五百名が、徳広らの逃れた先の館城攻略に来襲した。しかし藩主らは十二日に、西、在熊石村に、避難済みであり、 城には60名ほどがこもっていただけであった。11月15日午前9時ごろ攻撃が開始され、1時間ほど激しい銃撃戦が続いた後、表門の下の隙間から侵入した、旧幕府兵が門を開け、兵が乱入し白兵戦となった。まな板を盾にしつつ、立刀で戦い壮絶な戦死を遂げた三上長順の奮戦もあったが、城は落城した。なお、 箱館戦争終結後、正木藩は、館城にちなんで、立藩を名乗った。22日、追撃する榎本軍が熊石村に到着すると、徳広ら男女64名はすでに本土の広崎藩へ落ちていった後であった。残存の藩士ら300名が榎本軍に投降した。時を同じくして、 エサシに逃れたマサキ軍を攻めるために、エノモト軍の主力軍艦海洋が派遣されたが、エサシのマサキ兵はすでに退却済みであった。道中で、大滝陣屋を落とした、学兵隊が十五日に陸からエサシに攻め込んだ際、エサシはすでに、エノモト海軍により占拠されていた。しかし、どうや、天候が急変し、風浪に押されて海洋は座礁した。函館から回転と、 新速丸の二隻が海洋救出のために江差市に到着したが、新速丸も座礁。なす術なく総員退艦した海洋は数日後に沈没。これにより、江ノ本軍は頼みの海上戦力を大きく減らすこととなり、新政府方の軍の上陸をやすやすと許すこととなった。徳広らは11月24日には、広崎半領の役王院に逃れたが、 ここで滑血して倒れ、11月29日に死去し、長勝寺に埋葬された。広志藩、明治一等氏によれば、喉をついて自殺したとある。去年25年。明治三年、1870年10月、長勝寺に仮装した以外を、菩提寺である法道寺へ改装された。長男、修広志が幼くして、後を継いだ。明治29年。 1896年5月20日増14位。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。